高知市立朝倉第二小学校は、高知県高知市は格佐南町にある公立、小学校。通学区域は大ね高知市朝倉地区の南部である。公立学校としての進学先は、高知市立朝倉中学校。特別支援教育学級として、和学差学級を設けている。学校改革目標として、自ら学びたくましく生きる。 人間性豊かな子供の育成を掲げている。それまで、高知市朝倉地区では、高知市立朝倉小学校が唯一の小学校だったが、高知市郊外地域の人口増加などに伴って、典型的なマンモス校となり、1971年には児童数が1275名に達していた。そのため、校長会や高知市議会などでは、学校の分離が提案され、 1972年4月に、高知市立朝倉第二小学校が創立された。1学期の間は、朝倉小学校の校舎で学び、校舎が竣工したことから2学期に新校舎に移った。創立当初は、教職員数19名、児童数471名13学級であった。開校後も、児童数が増加し続けたことから、1975年3月には、 校舎を増築した。開校10周年の1982年には、教職員数59名、児童数1038名38学級となり、児童数が1000人を超えた。2018年度の児童数は776名で、あり、教職員数は50名である。ありがとうございます。